こんばんは、ハムオです。今回は2022年今年も大活躍した旧キャラ7選っていうところでお話ししていこうかなと思います。去年も今頃に年末企画の動画を上げたので、今年も年末企画の動画やっていこうかなと思います。昨日出した、こちらの動画も良ければ見ていただきたいんですけど、今回も2022年の育成して大満足なキャラっていう動画に関しては、直近、シャープ2とシャープ3を上げたなというところで、今回の動画も、旧キャラクターに焦点を当てて紹介していければなと思います。ある程度プレイしていれば誰でも持っているようなキャラクターが対象になってます。ではどうぞ。2022年今年も大活躍した旧キャラその1は破滅シュテルですね。シュテル最高。破滅シュテルに関しては本当にハーフアニバーサリーだったっけな、多分1周年もまだだったと思うんですけど、そのぐらいに実装されたキャラクターでめちゃめちゃ旧キャラクターになるんですけど、未だに闇パーティーにいますよね。圧倒的な広範囲の効果力のハザードインジュリーだったりとか、マサービ2の強化によって、開幕完全バリアを1回貼れたりとかで、なんだかんだ使いどころがあって、新しいキャラクターと組んだ時も結構そのシナジーがあるというか、そんな感じでずっと使われてるキャラかなと思います。ロブトラとかプラドラとかの、優秀なトラマスを装備可能なので、狭いマップでロブトラでこう複数人で一気に詰めたりとか、プラドラでこう横からサーっていって横からハザードインジュリーみたいな、そういったこともできて結構使ってて楽しいし強いキャラクターですよね。人気も高いと思ってますけど、やっぱギルバトとかの、狭いマップだと闇属性が定期的に大活躍すると思ってるんですけど、そこには大体破滅シュテルがいますよね。闇の強力な斬撃キャラクターと組ませて使うかなと思ってます。今年の2月ぐらいにはレジのリレルイラとかジョーカーがいたので、その2人と組んでることも多いですし、直近だとセフィロスとかマジンフィーナとかハロウィンルシアとか、この辺のキャラクターと組んでるのが多いですよね。闇属性って斬撃のキャラクターが非常に多いので、破滅シュテルよりも後に出た、レイジのリレルイラだったりとかディーンとか、そういう優秀なキャラクターもいたので、正直破滅シュテルの時代はそんな長くないだろう、めちゃめちゃ火力あるけど耐久はあんまないしなとか思ってたんですけど、意外とこのレイジのリレルイラとかディーンの方が闇パーに入らなくて破滅の方が入るっていうことが結構多いですよね。やっぱりリレルイラに関してはロブトラが装備不可だったりとか、ディーンはロブトラもプラドラも使えるけど、やっぱ完全バリアの有無だったりとか、ひし形の攻撃はなかったりとか、その辺の差別化でこう絶妙にディーンとかリレルイラ入れるよりも破滅の方がなんだかしっくりくるっていうことが多いんですかね。そういう意味でも非常に優秀なキャラクターですよね。ちなみにすんごい個人的な事情なんですけど、以前アサルトさんの幻影たちの宴っていうのに参加させてもらったんですけど、そちらでも、僕がシュテルを推しっていうところで、シュテルを使ったパーティー使わせてもらって結構シュテル活躍してくれたんで、個人的にはすごい思い入れがあるキャラクターですね。2022年今年も大活躍した旧キャラその2は彩香ですね。時魔法プラス白魔法は最強。いや、彩香に関してもやっぱ定期的に強いなと思うキャラクターですね。ヘイストと回復の強さっていうのは本当に異常だなと思います。やっぱりファイナルファンタジーシリーズを普通にプレイしてる身からしても、優秀なバフ何があるって言われたらやっぱプロテスシェルヘイストとか、やっぱその辺を考えると思うんですけど、強いキャラクターにヘイストをして後ろから回復してるっていうのが、いかにシンプルで強いのかっていうのが、今月のギルバトとか特にそうですかね、わかるんじゃないかなと思います。それを一気にできるコスト100のベリスってやっぱ強いなと思うんですけどね。 EX ジョブまでするとケアルガに APA 回復がついたりとか、防御貫通アップさせながら吸収効果を付与できるバフとかもあるので、結構器用な立ち回りもできますね。リミットバーストは、即時範囲の回復なんですけど、マッサービ2の強化だったか何かで、回数が2回に増えたので、ベリスとほぼ変わらないような運用もできるし、むしろ彩香に対してヘイトを持たせて、リレーズで起き上がらせるとか、前のアタッカーに攻撃がいかないようにするとか、そういう風にするのも結構強いなって思いますね。やっぱり彩香にしても、ティーダに関してもそうなんですけど、単純に強いキャラクターにヘイストをするっていうのは、やっぱ雑に強いですよね。今後も活躍してくれると思いますね。2022年今年も大活躍した旧キャラその3はレミューレですね。
時魔法プラス白魔法は最強かっこ2回目、さっきの綾香とまあほぼ似たような理由ではあるんですけど、やっぱりヘイストと回復をできるサポーターのキャラクターっていうのはまあ腐らないというか、その属性の強いキャラクターが出てくるたびに魔法を掘り起こされて使われるキャラクターかなと思います。レミューレはベリスとか綾香とはちょっと違って、まあ、十字範囲でヘイストをできるヘイスジャっていうのも持ってるし、メインが時魔導士なんでクイックとかもできるんですよね。サブを白魔導士にすることで、まあ、ケアルだとかケアルがアプロシェルももちろん可能なので、まあ、似たような使い方はできつつ、まあ、ベリス、アヤカ、レミューレそれぞれ特徴があってすごい使ってて楽しいキャラクターだなと思います。まあ、今月のギルバドとかやっぱり無限強化も実装されていることがあってセフィロスがめちゃめちゃ強いと思うんですけど、まあ、バリアも張ってリアクションもしてくるこうセフィロスにヘイストをかけると、まあ、超高速セフィロスみたいのができると思うんですけど、いや本当に雑に強いですよね。2022年今年も大活躍した旧キャラその4はニブルですね。やはり時魔法が強い。昔から雷射撃っていうのは、まあ、初心者の方とか無備課金の方にも、まあ、心強い味方かなと思ってて、まあ、代表的なのがニブル、クラウド、フェデリカの3人だったと思うんですけど、まあ、今年の、何月だったかな、5月ぐらいでしたっけ、ライトニングが登場してから、まあ、雷射撃から誰か抜けるよねってなっていなくなるのは、まあ、個人的にはニブルなんじゃないかなって思ってて、まあ、コスト制限とかがねないと、まあ、ニブルが抜ける形だとは思うんですけど、やっぱり今月の女性限定ギルバトとかだとやっぱニブルを使うなって感じはしますし、やっぱりこう攻撃できつつヘイストとかクイックで味方もサポートできるっていうキャラクターってあんまり少ないと思うし、結構使ってて楽しいし普通に強いんですよね。ギルガメッシュとかもそうだと思うんですけど、リミットバーストで防御ダウンとかバリア破壊、ムーブマイナス1、デスペルとか結構器用なこともできるので、やっぱニブルがいると結構うざいなだったりとか、ライトニングをフルに活躍するとか、まあ、そういうこともできるって感じですね。まあ、ただ火力面はさすがにもう厳しい部分が多かったりするんですけど、これからも雷射撃は、無備課金の味方だと思うし、僕は結構このパーティーに頼っていこうかなと思うので、ロブトラが使えるクラウドと、まあ、時魔法が使えるニブルっていうのを、まあ、適宜切り替えながらって感じなんで、まあ、今後も活躍してくれるキャラクターかなと思いますね。2022年今年も大活躍した旧キャラその後はフェデリカですね。最も息の長い UR キャラナンバーワン。いやーここから雷射撃が続くって感じなんですけど、フェデリカって本当に幻影戦争がまあリリースされてから多分一番最初の新キャラクターだったと思うんですけど、もうだって3周年だから3年以上使われてるキャラクターなのかな。まあ、ずっと使われてるわけではないと思うんですけど、こう EX ジョブとかまあサービスの強化が来てからはやっぱずっと使ってる人いるイメージがありますね。でガンナーテジョブがやっぱとにかく強いかなと思って、狙いを定めるの十字バフが本当に強いですね。強化を受けて現実ラインで防御貫通60、射撃貫通が50ってところまで持っていけるので、最新のアライアとかほどではないとは思うんですけど、旧キャラにしてはかなり特化したキャラになってて、対策をしないと余裕で打ち負けるみたいな感じですね。耐久は全然ないんですけど見切りもあるし、素早さも、攻撃も高水準なキャラクターなので、まあ、基本的にはやられる前にやるって感じですね。で本当にガンナーっていうジョブがすごい優秀ですよね。腕を狙う急所を打ち抜くピアッシングショット、まあ、ピアッシングショットはフェデリカだけのものになるんですけど、個人的にはこの急所を打ち抜くって技が本当に強いなと思ってて、まあ、バリア破壊もするんですけど、こう1マス奥に移動させることでこっちに近づくのを遅らせるっていうのはやっぱ射撃にとって一番強いとすら言える気がするので、直近の射撃キャラクターにこれがついてないのはやっぱ強すぎるのからなのかなと思いますよね。ちなみにもしまた新しい雷射撃のキャラクターが来た場合、次抜けるのはライトニングはないと思うので、まあ、フェデリカがクラウドかなと思うんですけど、まあ、クラウドが抜けるまであるぐらいフェデリカって本当に使いやすいし強いなって思いますね。2022年今年も大活躍した旧キャラその6はクラウドですね。さすがクソルジャークラスファースト。いやーもう雷射撃3人はもう上げざるを得ないでしょうってところですね。斬撃射撃の高火力キャラになってて、まあ、十字三連撃の必中、残体性ダウン、バリア破壊、射撃攻撃と、めちゃめちゃスペックが高いキャラクターになってます。でかつ、見切りも持っててムーブ3と4も使い分けられるのでムーブ調整もしやすいし、あの強いロブトラが装備できるのでやっぱり雷射撃にいると、かなり強いキャラクターかなと思います。
あとクラウドは本当に範囲転生を盛りやすいので、思った以上の耐久が出るっていうのもポイントですね。マスアビで15、ブレイブモードでプラス25、ブリガンタインでプラス10、ビジョンカードの付与効果で10、ビジョンカードの範囲転生で20ってところで、まあ、合計範囲転生80まで割と無理なく持っていけるので、範囲攻撃に対してはめちゃめちゃ硬いですね。まあ、ちなみに僕はこの前まで、無限強化はまあもちろんしてなかったんですけど、マスアビ2も、解放することなく忘れて、アリーナとかで使ってたんですけど、十分強かったですね。2022年今年も大活躍した旧キャラその7はオーモントですね。無限強化で返り咲き。いや、オーモントはやっぱなんだろうな、個人的に一番使ってて楽しいタンクかなと思います。唯一無二のバーサクリミットバーストがあるので、まあ、プラドラとかで、突っ込んでキングリオニスかました時はもうなんかゲーム戦争めっちゃ楽しいって思える瞬間かなって思いますね。結構できること多くて、CT アップ、斬撃耐性ダウン、バリア破壊、全属性耐性アップ、ドンワクと、タンクとしては非常に優秀なデバフだったりバフを持ってるんですよね。破滅シュテルと一緒で優秀なトラマスを装備できるので、いろんな方があって、まあ、プラドラで突っ込む方もあるし、全属性耐性のバフを貼って、みんなにバフを貼っていくっていう立ち回りもあるし、残耐性ダウンだったりバリア破壊、ドンワクをばらまくといったデバフ型とか、結構いろんな使い方ができて本当にゲーム戦争楽しいなって思えるタンクキャラかなと思います。直近まではそうは言いつつもやっぱりプロシェルもないしバリアもないしガッツもないっていうところで、耐久面がねタンクかっていうぐらいアタッカーが強くなってしまったので全然使ってなかったんですけど、無限強化で自動回復が追加されたことで、まあ、単純に HP が 1.4 倍になったみたいな感じなので本当に強くなったなって思いますね。2022年今年も大活躍した旧キャラおまけ1はジュームですね。やはりタンクは引くべき。まあ、ジュームは正直旧キャラじゃないなと思ったんですけど、まあ、やっぱすごい使ったので、おまけキャラとしてランクインさせていただきました。個人的には本当に最高峰のタンクキャラかなと思ってます。まあ、タンクはだいたいバフに2手使うことが多いと思うんですけど、ジュームは1手でヘイトアッププロシェルをできるので、まあ、最悪1手しか使えない状況でも必要最低限のタンク性能を担保してくれるっていう点で個人的にはすごいお気に入りのキャラクターですね。相手の単体耐性を下げたりとか、ひし形の必中攻撃があったりとか、あと攻撃しながら自身の単体耐性を上げられたりとか、本当にどの技をとっても非常に強いキャラクターかなと思います。ほぼデフォルトでジャンプ2っていうのも結構ポイントかなと思ってて、前に高い壁とかがあったりするとタンクが前線に行くの遅れちゃうみたいなこともあるんですけど、まあ、ジュームはジャンプ2なのでこう余裕で壁を乗り越えて進んでくれるってところも結構ポイントになることが多くて、やっぱタンクは長く使えるなって印象ですね。でジュームは去年の2021年9月に、まあ、初のクリスタルフェスとして実装されたキャラクターだと思うんですけど、僕は本当に明確な理由なく引いたんですけど、ハタセラが実装された今年の6月までジュームほぼ使ってなかったですね。ある程度なんだろう、すぐ115ぐらいまで持ってったのに、別に僕その時手持ち風全然いないし、サーダリももちろんいないし、ティファいるけど、ニーヤビジョンカードも給水と VC もないってところで、なんで引いたんやみたいな感じだったんですけど、やっぱりその風属性の強キャラ、まあ、ハタセラとかサーダリが実装されてから、まあ、いわゆる風テンプレになって、めちゃめちゃもう今は頼り切ってるので、やっぱタンクキャラっていうのは、まあ、引いといて本当に損はないなと思ったキャラクターですね。2022年今年も大活躍した旧キャラおまけには光の戦士ですね。闇あるところに光あり。はい、また来ました。タンクキャラになってます。僕どんだけタンク好きなんだって感じですよね。対闇で活躍するタンクキャラかなと思ってます。定期的に闇属性は強くなると思うんですけど、まあ、リレルリラジョーカーが暴れてた時には本当にお世話になったタンクキャラになります。まあ、今のセフィロスでもお世話になれると思うんですけど、まあ、セフィロスは僕違ったやり方で、戦ってるので、まあ、今は使ってないんですけど、まあ、無限強化がこの前来たので、まあ、注力アップだったりとか仏魔バリアが 50% になったりして、耐久力が増えたかなと思います。リミットバーストでプロシェルも貼れるし、ストップストライクによるデバフもできるし、相手が回避だったら無影響の割合回復とかもあるので、かなりね強力なキャラクターではあるかなと思います。あとあんま知られてないしそんな使い方しないですけど、バリアは味方にも貼れるので高難度とかでもかなり活躍するキャラクターですね。マサビ2で自動回復が追加されたので今後もタンクとして使っていけるんじゃないかなと思ってます。
まあ対闇以外はちょっと厳しいかもしれないですけど、光の戦士はまあちょっと敷居は高くなる部分はあるんですけど、本当に闇耐性をすごい漏れて、斬撃55、魔法42、闇耐性85まで持っていけるので、今まさにめちゃめちゃ強いセフィロスと今後来ることが確定している闇のクリスタルの戦士ラフに対してめちゃめちゃ強いタンクになるんじゃないかなと思ってるので、まあ、密かに無限強化をちょっと検討しているキャラクターですね。2022年今年も大活躍した旧キャラおまけさんはセリスですね。水属性唯一のタンク、はい、また来ました。タンク、本当にタンクしか紹介しないんじゃないかっていうぐらいタンクなんですけど、セリスは特に貴重かなと思ってて、水属性唯一のタンクキャラなんですよ。なんでセリスがいないと水属性でタンク入りのパーティーって組めない時点でめちゃめちゃ貴重なキャラクターだと思いますね。かつ魔風剣っていうめちゃめちゃ強いアビリティがあって、まあ最近は貫通するアビリティも結構多いですけど、魔法キャラ自体をメタルってところでかなり強力ですよね。マジックバスターによる範囲耐性ダウン、精神ダウン、睡眠デバフ、耐性リミットバーストと、無駄がないアビリティが揃っててめっちゃ強いですね。物理でも魔法でもいいんですけど、新しい水タンクが出るまでは基本水属性でタンク使うってなったらもうセリス一択になるので、まあそういう意味でもかなり強いし、まあサービ2とか無限強化をまだまだ残しているキャラクターなので、今後も長く使っていけるキャラかなと思います。まあ、唯一心配な点は雷属性っていう属性が強いことですかね、 VC を除いて。というところで一通り紹介してきたんですけど、やっぱり今ハガレンコラボの最中なのでこいつに対しても触れておこうかなと思うんですけど、やっぱアルフォンスも強いと思うんですよね。僕はスノーを引かなくて結構後悔してるので、まあ、アルフォンスも確かに魔法に弱いとか、まあ、いろいろ欠点とかもあるんですけど、それでもやっぱり貴重な、タンクキャラっていうところなので、ちょっと僕も迷おうかなと思います。はい、編集時のハモです。この動画を撮ってる時点では、アルフォンスを引いてないので、なんかよくわかんないことを言ってますが、本当にアルフォンスは多分神引きしてなかったら、課金して引いてたかもしれないですね。この動画が投稿されるのが27日だと思うんですけど、まあ、28日の放送次第ではありますけどね。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。今回は2022年大活躍した旧キャラっていう形で紹介してきたんですけど、いかがだったでしょうか。昨日出した育成してなくて後悔したキャラっていうのも同じなんですけど、やっぱり原戦争ってゲームは、他のゲームに比べて旧キャラクターが強くなるってことが、まあ、結構醍醐味だし面白い点かなと思うので、まあ、今紹介したようなキャラクターは、まあ、ずっと使われているようなキャラクターなので、まあ、今後もすぐに腐ったりはしないかなと思うので、まあ、新しいキャラクターを引いた時にそのキャラクターと同じ属性のキャラクターがいれば、まあ、ちょっと一緒に使ってみようかなとか、まあ、そんな感じで参考にしてもらえればなと思います。よければ高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。